はいはいはい、今日はここダンパ行く予定が大雨でやめて、ホテル内がいいだろうということで岡田マニラホテル内のレストラン行きます。どこしようか悩んでます。大雨毎日降るからね。よいしょ、はいはいはい、謎のエレベーターがあるところですね。さっきありました、こっちチェック。ここですね。月曜日は閉まってました。今村しかないんか。ちょっとここ見てみましょう。うわー、この1500の食べ放題行ってみましょう。久しぶりの場所ですね。はい、here。これ食べ放題じゃなかったですね。一人1500。でもこれで十分。先ほどね、店内の中は映しました。こんな感じ。雨降った日には外は大雨、こういう時はもうホテル内の駐車場で止めてホテル内で食べるのが一番。はい、これでシャンプー。タイランド、タイランド、イエーイ、タイランド。ラスベガスオーマカオ。いやー、野菜はこんな感じ。これシーフードスープね、はい、なんかいろいろ出てきました、ソース関係。はい、ジュースも。私はピルセン。はい、おースープ来ました。これはホットスープ。わ、これは辛いね、辛い。うわー、こぼすで。これなんでこんななみなみ入れるんや。キムチはおかわり自由、美味しいです、ね、今、はい、野菜から。はいはい、肉も入って感じになってきましたね。こちらもいい感じ。肉はチキンとポークとビーフ。シーフードも出てきました。こんだけ出て、ほんでヌードルも。これ一人前も十分です、十分。こんだけバーって見たもこんな、これもう十分十分。外が大雨の日はもうホテル内のこれに限りますね。おいしいおいしい、ミートもおいしい、柔らかい、うん、ソースにも、このソースの入れ物がちっこいんですけどね、うまい。これクオリティが豚屋よりも相当いいな。寒い雨の中は、雨の日はホテルでしゃぶしゃぶと。ビーフが分厚かったから心配しましたけど、全然柔らかい、うまい、これ。はいはいはい、あーシーフードもね、シーフードもいい感じで出来上がってきました。こっちは今入れたばっかり、シーフードとリマン取って締めのヌードル。ヌードルも美味しい、柔らかい、あのコシもある、ヌードルもうまいです。はい、まあ十分やね、これワンセットで追加する必要ないです。スープなくなるまで平らげました。シーフードスープうまい。こっちはまだスープあるけど、美味しかった。このうどんの質もいいよ、うどんの質。大繁盛のレストラン、美味しかったです。あー美味しかったです。あーごちそうさまということで、今から次の店行きますと。この向こうが実はそこに隠しエレベーターがあります。もう雨の日はホテル内に限ります。快適なディナーでした。